カズライブジムにようこそ。はい、どうも、目指す YouTuber のカズです。今日なんですけど、見てください。もうお分かりですよね、伸び散らかってんですよ、僕の髪の毛が。そうで、なんでここまで伸びちゃったかっていうと、僕の行きつけのね、美容師の方がちょっと体調崩しまして、でね、今度いつ再開できるか分かりませんということなので、しばらくね、行けなかったんですよ。で、もう限界だなと思って、で、そこでね、ちょっと考えたんですよ。どうしようかなと思ったら、あ、そうじゃん、ちゃんみゆさん、井川さんのこと大好きですよね。大好き、大好きですよね。そうなんですよ。だから大好きな稲葉さんのね、髪型だったらね、素人でもね、切れるんじゃないかなと。すっごい好きだから、やっぱよく見てるわけじゃないですかね。だから多分ね、できると思うんですよ。そうだから今回はちゃんみゆさんに、ちゃんみゆさんの中の稲葉さんを目指して髪の毛をね、ちょっと切ってもらおうことも。どうですか、ちゃんみゆさん、いけそうですか。多分大丈夫、多分大丈夫だそうです。なのでね、ちょっとチャンネルさんを信じて今回ね、お任せしようかなと思います。それではレッツゴー。怖いな。ダマ一丁喜んで。はい、じゃあね、ちょっとアングル変えてここで切っていくんですけど、皆さんこの髪型ね、今僕これ使用前です、 before です。はい、覚えててくださいね。はい、じゃあこれからね、カットしていってもらいます。うわっはい、こんにちは。あ、こんにちは。本日担当させていただきます、ちゃんみゆです。よろしくお願いします。お願いします。本日はビーズの稲葉さんの髪型ということで。あ、そうですね、はい、稲葉さんっぽく、あの、ちゃんみゆさんの思う稲葉さんにしていただければいいかなと思います。いいんですか。いいんです。怖いっすけどね。私、本日初めてなんで。初めて。人の髪を切るのが初めてですか。そうです。ちょっとこれ濡らした方がいいんですかね。まあよく髪の毛ね、濡らしてカットされるんで、大体濡らした方がいいんじゃないかなと思いますけど。じゃあ、濡らしていきますね。はい。なにこれ、くさ。なにこれ、ファブリーズやん。ファブリーズ、大丈夫な、ファブリーズ。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか。ファブリーズいい匂いだけど大丈夫ですか。髪の毛にファブリーズつけていいんですか。まあ大丈夫でしょ。大丈夫かな、ここ。はいお願いしますよ。だいぶボサボサですね。そうなんですよね、ちょっとね、伸び散らかっちゃってるんで。前髪は短めがいいですか。いや、お任せします。そこも全てお任せします。はい、どうやってやろうかな。じゃあまずブロックごとに分けていきます。はい、僕なんかそれっぽい、それっぽいな。前髪は前髪で。なるほど。どこまで前髪かわかりません。大丈夫ですか。はい、はい、これで、これが前髪ね。これが前髪、はい。前髪ざまだな。でも切っちゃうか、これ。おい。じゃあどうしようかな。とりあえず長さを、そうですね、整えていきます。はい、大体のシルエットでいいですか。はい、ちょっとくじとハサミの持ち方が分かんない。大丈夫ですか。くじいらない。ついにハサミが入りました。あー、ドキドキする。何ですか、もうおかしいじゃないですか。何がおかしいんですか。怖い怖い。なんか襟足長いね、これ全部切っちゃうか。おー、いや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 、ハサミの切れ味が悪いからか、痛いっす。ほんと、ごめんなさいね。ちょ、バズッバズッと言ってくださいよ。ごめんなさいね。なんか取ってる量が多いんじゃないですか。一度に切ってる量が。あ、そういうこと。そうだから痛いの。うん、だと思います。だいたい切ってもらうときって人たちで行きますもんね。シューパツンで、また取ってパツンってやるじゃないですか。ちゃんみさんの場合、なんかまとめて束で取ってチャッ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 ってやってるんですよ。怖いわー。あー、なんかやばい。長いんだよね。長いです。だから切ってるんです。何言ってるんですか。なんかここまっすぐなんだって。
ないんで、今どんな感じで切られてるのか全然わかんないんですよ。正面に鏡とか普通あるじゃないですか、美容院だと。今僕が見てるのはカメラのレンズなんで、わかんないんですよ。ちょっと今耳切りそうなんですけど大丈夫ですか。めっちゃ豪快に切られてるな。なんかすごいよ、髪の毛がいっぱい。すごい切られてる。何がおかしいんですか、そんなに。皆さんもおかしいなと思って見てるんですかね。なんか変だなと思って見てますか。僕本当にね、まだ分かんないですよ。はい、じゃあ前髪をちょっと切っていこうかな。ついに。あ、ま、あ、かわいい。かわいい。皆さんに後ろとか見せてあげた方がいいんじゃないですか。一瞬ぐるっとして、どんな感じなのか。はい、じゃあだいたい長さは整えたんで、おお、はい、量が多いからすくんですね。ついていきます。はい、お願いします。これでも結構調整できますからね。よし、はい、今ね、ちょっと髪の毛洗ったりしてね、見てきました、自分でも。僕はね、鏡見た第一声、嘘でしょ。本当ね、もうちょっとね、なんか違う感じの予想だったんですけどね、びっくりしたんですよ、本当に。そう、あの鏡見た時にね、なんかもう本当、なんで、クリボーみたいだし、もクリボー、わかります？スーパーマリオの。あれ感じ、もうマッシュルーム的な感じになってたけど、そう、髪、まあ、洗って、まあ、乾かすときにね、ちょっとわかめとかね、ちょっと動きが出るような乾かし方をして、まあ、どうにかね、はい、こういう感じになりました。私のテーマを聞いて。はい、何でしょう。休日の稲葉さん。休日の稲葉さん、うん、なるほど。なので、まあ、こんな感じなんですね。そう、セットしてなくてね、はい、なんで休日にしたんですか。決まってる時の稲葉さんでいいじゃないですか。そこ休日でした。なぜ休日でしたんですか。だってあんまりセットしないでしょ。そう、セット、まああんまりセット剤つけたりはしないんですけど、そう、それでもね、動きが出るような感じにいつもねしてもらってたんですよ。動き出てるじゃん。動き出てます。動き出てますか。はい、後ろの方ね、全然僕 見てないんですよ。どうなんですか、後ろの方。まあね、初めて切ったにしては上出来じゃないですか、ね、でしょ、うん、まあ、初めて切ったにしてはね。はい、じゃあね、まあ、せっかく切ってもらったんで、しばらくはねこの髪型でねいたいと思います。はい、じゃあね、今日ちゃんみゆ頑張ったねって思ったら高評価、あとね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやってますのでね、フォローの方お待ちしております。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー。バイバーイ。次は僕がチャンミューさんをモヒーニテイにします。はい。